高野砂丘は、主に、埼玉県北勝鹿郡杉戸町、高野地区に所在する、下半砂丘。埼玉県指定天然記念物に指定されている。中川定地の下半砂丘群の一つである。高野砂丘は、下半砂丘に区分される、砂丘群である。砂丘は、旧都根川の旧河道東岸沿いに、去っ市大技上高野から、北葛飾郡杉戸町大技下付 大和雑も高野にかけ、かつての蛇行の田元上部の内側に発達している。この砂丘は、全体として、おおよそ南北方向から南に向かうに従い、南東方向へとこう描くように発達し、微行地は主なものは2条あり、一つは、長さ約2800メートル、幅約85メートル、高さ約14.4メートル、もう一つは、 長さ約350メートル、幅約50メートルのものとが所在している。砂丘の東側に所在している、後輩湿地の低地との飛行は、前者の最高点との飛行が約7.2メートル、後者は約2メートルである。また、高野砂丘は、中世の時期以降に形成期に入ったのもと、推定されている。これは、大和座誌も、高野の,の砂丘のもとに、自然堤防や、 中世の土器が含まれた土で建造された2列の古堤防が埋没しており、砂丘上に所在している英福寺が1579年に混流されていることによる。中世には欧州への道がこの自然堤防、砂丘を通っていた。現在これは埼玉県道65号埼玉佐手線であり、東側を南側用水路が流下している。大浅下付の砂丘上には、 八幡神社が所在しており、神社の西側は下付けの森となっている。客中参考資料、ありがとうございます。